は日高市原宿の現場で作業している潮田塗装さんです。早速行ってみたいと思います。こんにちは、土屋と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。早速今こちら何の作業をされてるんですか？はい、じゃあ早速見ていただいて、はい、いいですかね。こんにちは、お仕事中失礼します。わあ、これはですね、下塗り、はい、はい、下塗りと言いまして、はい、一番最初に、はい、まあ、お化粧で言うと化粧水とか、はい、乳液とか、はい、そういったものになりまして、下地との密着を良くするという意味ではですね、非常に、重要な作業になります。こんなにスピーディーにやるんですね。はい、それでは今話にも出ました、ちょっと下塗りの方を見ていただきたいと思います。はい、お願いします。まずはですね、まあ、女性のお化粧で例えると、はい、化粧水にあたるような、下地を整える材料、僕らシーラーって呼ぶんですけど、シーラー、はい、はい、がこれになります。ちょっと塗ってみます。これはほとんど塗膜はつきません、はい、下地に浸透して、これからこの上に乗る塗料が吸い込まなくなる、そして密着が良くなるという効果を持っています。はい、続いて多機能フィーラーといって、下地のアラを消すファンデーションみたいな効果と、あと下地に密着が良くなる効果を両方発揮することができます。はい、これが今だいたい塗り替えで主流になっている多機能型フィーラーと言われています、ね、そうなんですね。じゃあ、はい、一度で済むというか、こちらの方が、はい、で最後に、まあ、これは高弾性のフィーラーといって、ちょっと厚塗りをすることによって、はい、クラックにこの材料が追従して、はい、表面にクラックが出てこないという、効果を発揮することができます。はい、じゃあそのひびからこう劣化することをこう避けられる。そうですね、はい、そういうことを防止する、はい、効果があります。で今ここにですね、乾いたものがありますので、ちょっと見ていただければと思います。すごい、はい、触っていいですか？はい、だいたい今塗ったのと同じぐらいの塗布量で塗ってあって、あ、それこそ顔のパックを取ったみたいな。あ、そうですよ。すごい、へえ。まあ、これが伸びたり縮んだりすることで、ひびが中で出ても表面にはひびが出てこないので、はいはい、建物を守ることができるというような、そういうことなんですね。はい、ちょっと高級仕様になります。おお、素晴らしい。はい、まあ、下塗りはだいたいこんな感じが、はい、主流になっています。一見してちゃんと分かりますね、違いがはっきり、色といい。そうですね。はい、これがですね、厚塗りをするための鎖骨ローラーというローラーです。鎖骨ローラー、はい、初めて聞きました。はい、ヘチマのたわしみたいになっていて、触ってもいいですか？はい、あ、でこの隙間の中にも材料が入り込んで、はい、たくさんの塗料を壁に塗ることができる。はい、それではですね、今回、はい、このお宅で使用する石彫の方の、はい、塗装の方を紹介していきたいと思います。はい、まずですね、先ほど紹介しました鎖骨ローラーですね。この鎖骨ローラーを使って、たっぷり、塗装していきます。まずですね、こういうふうに材料をある程度の範囲で均一に塗装した後に、はい、最後下から上にこう撫でることによって、均一に模様を仕上げていきます。へえ。じゃあ今度上から下に最後切ってみます。そうするとですね、模様が重力に引っ張られて全部下を向いてしまうんですね。そうですね、はい、それを下から上に最後切ることによって、上に向いた模様が重力に引っ張られてちょうど平らになるという形なので、なので仕上げは最後下から上に仕上げて、は、模様を均一にします。へえ。はい、じゃあ土屋さん、いやいや簡単にやってましたけど。じゃあ材料の方はつけますので、はい、初めは上から下ですか？あ、まあ、材料をこぼさないように下から上に、下から上に、はい、いきます。はい、あ、重い。あ、え、待ってください、ローラーしないんですけど、あれ、これでいいんですか？はい、お、あ、難しい。何ですかこれ、はい、下から上に。ひどい、ひどいですね。絶対にここが消えないんですよね。はい、
あの今回最後土屋さんが一生懸命下から上に撫でて、はい、ある程度耳、僕らが耳と呼ぶこのローラーの端っこから出てしまう材料、それですそれです、はい、これがなかなか消えないんですけど、そういうのは出ないようにこういう風に塗って耳を消しながらある程度材料をまんべんなく塗ってローラーが空になった状態でこういう風に撫でていくとそういうのが消えます。でこの時にやっぱり一番気をつけているのが、はい、塗りつなぎに当たる部分ですね。塗りつなぎ、この部分が、まあ、今塗ったばっかりなので、はい、まあ、塗りつなぎができないようにその後すぐもう一度下に、塗っていきます。おお、でこれを失敗してしまった場合の例があるので、うん、ちょっとこちらを見ていただきたいと思います。まずですね、この失敗板をわざわざ用意させていただいたんですけれども、ね、はい、まずですね、この部分を最初塗りました。はい、そして、はい、しばらく時間が置いてから、要は横に移動した時の塗りつなぎの部分と、はい、その下をつないだ時の塗りつなぎの部分がこれは出ています。この部分なんかはやっぱりあの2層上で塗った部分と下で塗った部分が重なって2層塗ってあるので、ちょっと膨れてきてる感じが、ね、はい、確認できると思います、はい、はい、そういうことがならないように上下塗った部分がこちらの部分になるので、うん、ここの部分にはこういった、つなぎが 見てられないと思います、はい、実際の現場では足場の上に乗っかって、うん、乗ってそれで上の人と下の人で息を合わせて、はい、あの塗装していかないとこういうのが次々いろんなところに発生してしまうので、そういったことも考えながら、ま、息を合わせて、はい、作業するので、なかなかこういう厚塗りは難しい仕様になっております。そうなんですね。潮田さん、はい、実際その外壁塗装の塗り替えというのはやっぱり必要なんですか？はい、お客様の資産を守るためには、はい、塗装は必要になってくるものだと思います。およそこうどれくらいの時期にこう塗り替えをした方がいいんですかね？そうですね、新築で建てられてから一つの目安として10年を目安に考えていただけたらと思います。ああ、10年、はい、ですね、この家は建築して約30年になります。それで、10年目で、一度塗装をしたんですけれども、それ以降ちょっとサボってしまいまして20年経ってしまいまして、まだそれほど支障はないんですけれども、まあ今後のことを考えますとこの辺でもうやらなければやっといた方がいいかなと思いまして、それで、まあ、潮田さんにお願いした状況です。こちらも塗装してもらいたいようです潮田さんに綺麗な色に家は30年ですけど40年以上なってますんでね、できればこちらもいっぺんに40年以上ですからぜひそちらも潮田さんに綺麗にしていただければなと思ってますそれでは最後に潮田塗装さんにとって職人として大事にしていることは何ですか？はい、うちが塗装業として大切にしていることは、お客様のために技術を向上させお客様の資産を守っていくことを、会社の理念としております。そうなんですね。やっぱりその塗装をすることによってより家が長持ちして、また皆さんがその新しい化粧替えとしていい気持ちで迎えられるということが大事なんですね。そうですね、お客様が困っていること、はい、心配に思っていることを塗装によって、はい、すがすがしい気持ちで、はい、家に住めていていただけたらいいと思います。わかりました。すごく今日はいい経験をさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。